神奈川県横須賀市ではご当地カレーのイベントでネパール大地震の被災者支援が行われました。毎年5万人以上が訪れる日本最大級のカレーイベント横須賀カレーフェスティバルでは、地元横須賀市でカレー店を営むネパール人の提案で売上金の一部を大地震に見舞われたネパールへの義援金に充てることになりました。2日間で1万3000食の売り上げを目指していて、集まった義援金はネパール大使館を通じて現地に送る予定です。